感じ。いやでも本当フィートマー東京で頑張っておりますね。インスタグラム、ツイッター私も見てるんですけども、ドキッとしちゃうんだよね、トモのツイッター、ツイッターとかインスタ見ちゃうと、なんかみんなに味わってみんなに味わってほしい。本当に皆さん気になった方ぜひチェックしてみてください。あ、もちろん高橋どんな感じかっていうのは私のツイッター、インスタグラム見ていただけるとわかります。そしてこの番組オスラバのフェイスブック、かわいい写真が載っております。今日は生放送でないので、今日は生放送じゃないのでライブカメラはないのですが、フェイスブックで今日の様子見ることできますのでぜひチェックしてみてください。さて今日のメニューご紹介しましょう。今日前半はオスラバの皆さんのメッセージを紹介します。後半は国産検体、今回は来月の20日土曜日に開催されます第2回 e スポーツイベントアメ横杯について、生まれも育ちも千葉県ですが、父も母も愛知県名古屋